今日は全国的に季節外れの暖かさで東京では今年初めて20度を超え5月並みの陽気になりそうです今日は上空に暖かな空気が流れ込んでいるため東日本や西日本で気温が高くなっています金沢や東京は午前中に18度以上になり午後はさらに気温が上がる見込みです 最高気温は東京で5月中旬並みの23度まで上がり初夏の陽気になりそうです東京で2月に20度を超えると4年ぶりになりますまた山口市も23度と2月として観測史上1位の記録的な暖かさが予想されます関東から西では花粉が大量に飛びますので万全の対策が必要です